それではいつものティータイムといきましょう。よっ、こちら乾杯。あ、うまっ。やっぱりこれやば、至福の一杯やね。幕に引き込みました。見えるかな、見えへんか。19.6 度、21時31分、湿度 87%、 めっちゃ湿度高い。外が 20.5、 あんまり変わらんな。はい、それでは DVD でもいてまったりします。今日は幕がすんごいちっちゃいから広角レンズに変えました。これの方が見えやすい。こんな感じです。広角やったらいいよね。 0.7 倍やったから十分映るもんな。うん、そんなに広くない今日はね。ワンズとこの狭いスペースにこもると、窓も開けなかったら暑い。すんごい熱気なので今サーキュレーターつけました。いいよ、 DC モーターサーキュレーターはすごく 3D で回ってくれるし、部屋の循環には最高。朝方は冷えると思うねんけどな。まあ、ゆっくり寝てくださいみんな。はい、それでは寝たいと思います。また明日、おやすみ。はい、おはようございます。なんかめっちゃ晴れてんねんけど、どういうこと。まあ明日午前中だけやるかな。5時14分、18度、17度、湿度高え。なんか夜露がすごい。ベタベタ。ワンズは元気に遊んでおります。私はもうちょっと寝たいんですけどな。はい、おはようございます。ただいま9時ちょうど。30度あるよ。暑いわ。もうこの時間で外30度やで。幕内なんぼやねんって話やな。あー、暑い。さあ、そしたら食事の料理用意をしていきたいと思います。野菜、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 野菜。まあ野菜なんてな、ちょっとしたらすぐちっちゃくなっちゃうから満タン入れてても大丈夫。お父さん切った方がいいよね。ちっちゃい方がいい、食べやすい。水 150cc に対して1つやから300cc 入れて2つ。これで炊きたいと思います。 200cc、 これで 300cc。 もういっぱいいっぱいかな。溢れるやろうな。溢れんかな。よいしょ。ちょっとな、使い切りポーションタイプ。よいしょ。よっ。よっ。
さあこれでお鍋ができるよ。よし、いい感じに炊き上がってきてます。こっちどうなんやろな。ポケットスープでも調理はできるっちゅうこっちゃ。2組ぐらいいたんですけど完ソロになりました。わー、いや、ここからまた来るかもしれへんけどね。誰もいない。よし、やっと喋れるぞ。ボソボソ喋ってんのもう疲れた。それではできたと思うので蓋を。よいしょ。さあどんな感じかな。おー、できた。美味しそう。出来上がり。よいしょ。ご飯もどんな感じかな。蓋を。おー、さすが。やっぱ飯に炊くと一番うまいかもね。あちゃ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 。さあそしたらいただきたいと思います。いただきます。あ、うまいわ。やっぱこうじゃないとダメね。完璧。うまお疲れ様でした。あー、食った。はい、こんな感じ。寒いんだか暑いんだか。暑いな、今日暑かったな。 26.2 度。今湿度が高くなってきましたね。17時8分、そろそろ雨予報なので、帰るのは明日ですけど、そろそろちょっと、片付けていきたいと思います。夜ご飯か昼ご飯かよく分からんけど、とりあえず、コッヘル一つでできる、スープパスタ、リンちゃんレシピやね。あれを忠実に再現しようと思います。美味しいのかね。美味しいのかね、わからん。これも食べてみたこと、食べた、作ったことない。はい、材料はエリンギ、ベーコン、玉ねぎ、これをコッヘルに入れて、どうやったっけ、オリーブオイルで炒めて、そこに水 150cc 入れてパスタ茹でて、そのお湯がなくなるからその後に、牛乳 200cc とスライスチーズ2枚を入れて、塩コショウとパセリで、塩コショウとパセリで味付けしたら OK というご飯レシピなんですけどね。では行きたいと思います。こんな感じするけど、
醤油を投入、水入れて、でここにパスタ、よし、ちょっと待って、待てや、沸騰してからや、それ。コンソメ1個忘れてる。ここにコンソメ1個入れなあかんの。でもこれ7、8分茹でやからどうなるな。よし、こんな感じでいいのかね。いいのかな。まあいいか、とりあえずこれでできるっちゅうんやから。そしたら沸騰したらお湯が減ってくるので、まあ確かにそうやろな、パスタが全部吸い寄るからな。こうなってくるともう茹でれないから、ここで牛乳 200cc を入れて、豆乳、マジうま牛乳ないよそんなしょうがない、入れてさらに一煮立ち。それでは沸騰したので、ここにスライスチーズを2枚いきます。2枚入れて、これどういう捨てんでいいのかな、分かるような気がする。パスタがもうちょいかもしれんけど、入れて塩コショウ少々バジル、完成。それでは蓋オープン。なあ、おお、ちょっとうまそう。よし、またこれで食べてみたいと思います。いいもんね。なかなか。いけてんじゃないのこれ。おお、美味しそうやん。よし、ちょっと食べてみよう。いただきます。これめっちゃうまいわ。あ、味めっちゃ濃い。十分コンソメ1個しか入ってへんから、1個しか入ってへんけど全然うまっ。これめっちゃうまいわ。ああ、こんなんやったらもっと早やっときゃよかった。めっちゃ簡単やん。で、これ全部スープ飲めるから、お湯、捨てるものが何もない。あ、これはいいね。いや、おいしい。さあ、食べよう、全部。いただきます。捨てるものがない、全部使った、これはうまいわ。レパートリーが1個増えた。これいい。ごちそうさまでした。りんちゃん感謝。
はい、だいぶ片付いてきましたよ。びっくりした。19時46分、7時46分、幕内23度、フルオープンの状態で、もうみんな疲れて爆睡ですわ。とりあえずもう作るもんもないし、全部片付けたから、食べるものはお菓子と唯一買ってたマネキンとペットボトルのお茶、なんかひもじいなこれじゃもうしょうがない、雨降る覚悟で片付けたから。でも雨降らないんだよね。17時か18時から雨って言ってたんやけど、今のところ降ってません。でも夜中今日雨になってたから、ひょっとしたら浸水するかもね。まあそれはそれで楽しいということにしときます。みんな寝てるけど、とうとう雨が降ってきました。雨だよ雨。お外真っ暗やけど、今何時、今10時半ぐらい。ちょっと寝てたんですけどね。外片付けといてよかった。とりあえずこのテントだけはなんとか守られそう。あずまやがあるからね。よし、強くならないことを祈る。うわー強烈な雨。テント持つかな。ちょ、マジでひどいぞこれは。さすがにワンズも起きてきた。これすごいわ。未だかつてないぐらいの雨かな。いや明けの時もひどかったけどな。うわー、寝てますけど。えいえいえい。マジでひどいです。雨妖怪降臨やな。すげえ、なんじゃこりゃ。いやこんな薄っぺらいペラペラの何ワンタッチでなあ、うるせえ。ワンタッチで持たへんやろ。なんか速攻浸水してきそうやねんけど。いやーやめてほしいな。起きてたら経過報告します。ちょほんまマジで嵐なんやねんけど。これ、見えへんから何ともよう言わんけど、すげえぞこれ。音入ってるかな。イエーイ。ちょ
さすがにおなんじゃこりゃ。ちょっと ひどすぎるで。なんじゃこりゃ。あ、雨の量じゃないよこれ。滝やで、滝。だってこんだけ大きい声で喋らんと聞こえへんもん。誰が聞いてんのか知らんけど。ちょ、マジでひどいぞこれ。はい、おはようございます。えらい澄み渡ったな。空気がめっちゃ綺麗。ただいま8時10分です。なんか嵐の去った後って感じ。昨日は大変やったな。しかし、まあ、テントはなんとか持ちましたわ。ミスかけないよそれ。あんた足長くて。届いてる？届いてないやろ。さあ10時撤収、10時チェックアウトやから、それまでに片付けて帰りたいと思います。気持ちいいね。空の色がすごく綺麗くなった。ほんで何、空気が軽くなった。ぬめっとした重たさがなくなったね。しかし強烈に澄み渡っとんな。ほら山の天気はすげえな。すげえ澄み渡っとる。撤収完了。全部積み終わりました。すごいところで見たいつもなんか、今回は冷蔵庫があったから余計大変。これでいいかな。この冷蔵庫最高やわ。めちゃめちゃ良かった。よし、さあ帰りますかね。お疲れ様でした。